皆様ご起立願います。皆さんおはようございます。ご着席願います。ただいまより本日の会議を開きます。はじめに本日の出席議員数および地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職・氏名につきまして事務局長から報告いたします。ご報告申し上げます。まず本日の出席議員数についてでありますが、本日ただいまの出席議員数は22名全員であります。次に地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職・氏名についてでありますが、お手元に配布いたしております名簿の通りでありますのでご静覧願います。以上でございます。以上で報告を終わります。次に今期定例会の会議録署名議員については、9月7日の定例会第1日に8番野本俊明議員、9番松本良三議員を指名しておりますので両議員よろしくお願いいたします。これより本日の日程に入ります。日程第1、一般質問を行います。通告により順次質問を許します。はじめに21番畑山隆和議員。皆さんおはようございます。21番公明党の畑山です。事前に提出しております通告書に従いまして一般質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 QR トランスレーターの導入について一番最初にお伺いをいたします。 QR トランスレーターは看板や印刷物を簡単に多言語化できるソリューションで、サイト上から発行される QRT コードを看板に設置したり、文書と一緒に印刷をして利用するものです。特に観光においては、看板や観光案内所、観光リーフレットに設置や掲示することで、外国人観光客への多言語化対応による誘引拡大、また国内外の観光客に対しても、Google マップとの連動により、観光地から観光地への便利で円滑な移動、災害時にはアラート情報を画面上に表示したり、物販、飲食店舗の紹介も多言語で発信できるシステムです。今の時期を新しい時代に向けての熟考期間と捉えて、ワクチンの開発などでコロナウイルスの収束の日を迎えるまでの取り組みの一つとして、日本や世界各国で特許を取得している QR トランスレーターの導入についてお伺いをいたします。1番、QR 決済も広がり、多くの方が親しみを持てるようになった QR コードです。本市でも、多くの文化財や歴史ある醤油作りなど、また、辰野の町並みは重点建築に選定され、観光客の注目を受けていることと思います。今後さらに多くの国内外の観光客を獲得し、満足していただくためにも、QR トランスレーターの導入が必要ではないでしょうか。2番目、多文化共生にも熱心に取り組まれている本市であります。災害時のインターネットやメールの入手方法、災害時の対応、緊急連絡先を多言語で情報を得れるように、防災ハンドブックに QRT コードを記載している自治体もあります。本市でも防災マップに QR トランスレーターを導入してはいかがでしょうか。2問目です。申請書作成支援窓口、書かない窓口の導入について、本市でも新しい生活様式を踏まえた社会的な環境整備で、3密を軽減するため、新たな窓口業務の改革、整備を行うようでありますが、市役所での各種申請は、IT が進歩した現在でも、住所や氏名など、必要事項を手書きしなくてはなりません。書かない窓口を導入することで、手続きが簡素化され、待ち時間が
短く短縮される、手続きが簡素化され、待ち時間が短縮されることで、窓口業務が効率化され、3密がより解消される、また戸惑う年配者への配慮、さらには申請者の待ち時間のイライラの解消にもつながり、住民サービスの向上となる区内窓口の導入についてお伺いをいたします。職員が申請者から情報を聞き取って確認しながら端末に入力し、書類を作成し印刷することで記入の手間が軽減され、付随するさまざまな手続きの漏れも防止でき、簡単で正確、申請者の負担を軽減できる分かりやすい窓口の実現に向けて、書かない窓口を導入してはいかがでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。はい、総務長。21番、片山貴和議員のご質問のうち、1点目のご質問の QR トランスレーターの導入についてお答えいたします。1番目のご質問の観光における QR トランスレーターの導入が必要ではないかと、2番目のご質問の防災マップに QR トランスレーターを導入してはどうかにつきましては、関連がございますので、一括してお答えいたします。QR コードは、ウェブページに簡単にアクセスできる仕組みとして、ポスターやパンフレット、チラシなどに掲載し、読み込むことで、詳細な情報をウェブページで提供する、非常に効率的かつ有用性の高いものでございます。本市におきましても、観光パンフレットや観光チラシに QR コードを掲載し、詳しい情報を市ホームページで提供するなど、効率的な情報提供のため活用しているところでございます。さて、本市における外国人観光客数は、令和元年度兵庫県観光客動態調査では1936人、また住民基本台帳における外国人人口は令和2年8月末現在で668人となっております。このような中、多言語に対応した辰野市ホームページや辰野市観光 PR 動画、四季の辰野動画を英語字幕版で掲載し、情報発信しているほか、辰野市総合パンフレット、周遊観光パンフレットの英語版や、4カ国語の観光チラシを作成し、インバウンド対策に取り組んでいるところでございます。また、本市の災害発生時等における防災情報等の提供につきましては、兵庫県が携帯電話のメール機能やホームページなどを利用して、緊急時の緊急気象情報や避難情報などをいち早く発信する兵庫防災ネットを活用しており、この兵庫防災ネットでは、外国の方向けに市が発信する内容を英語、中国語、ベトナム語など12の言語に自動翻訳して公開する兵庫 e ネットも合わせて運用されています。また、スマートフォン向けアプリ、兵庫防災ネットアプリでも言語を設定することが同様の、設定することで同様の情報を受け取ることができます。昨年9月1日に実施しました兵庫県播磨広域合同、防災訓練に合わせ、市内にお住まいの外国の方を対象とした避難訓練を実施し、その際、兵庫 e ネットへの登録をお願いするなど、機会あるごとに PR いたしております。いずれにいたしましても、ご質問の観光事業や防災マップへの QR トランスレーターの導入につきましては、外国人観光客、外国人居住者の利便性の向上、情報取得方法の拡大につながることが期待されますが、一方で導入にあたっては、初期費用や維持管理経費が必要となることから、費用対効果等も踏まえ、今後、調査、研究してまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。副市長。
引き続きまして、2点目のご質問の申請書作成支援窓口、書かない窓口の導入についてお答えいたします。高齢者人口がピークを迎える2040年には、深刻な若年就労者不足が懸念されており、当然のことながら、自治体職員の数も減少が見込まれます。限られた職員数の中で、いかにして行政サービスを維持するのかが課題となっており、それに向けて国は AI、人工知能や RPA、ロボティックプロセスオートメーションなどの ICT を駆使して、職員の事務負荷を軽減することで、行政サービスを維持するスマート自治体への転換を推し進めようとしております。スマート自治体が目指すのは、市民の利便性を維持・向上させるとともに、自治体の人的・財政的負担を軽減することにあり、窓口業務につきましても、行政内部の手続きや申請手続き、証明手続きにおいて簡素化できるものはないか、システムや AI、RPA などの技術が活用できないか、またワンストップ化やアウトソーシングなどの導入により、市民が利用しやすく、職員も働きやすい窓口サービスの実現に向けて、総合的に検討しているところでございます。このような状況の中で、議員ご質問の書かない窓口の導入につきましては、行政事務の効率化や、市民にとって利用しやすい窓口環境、ワンストップ化を整備することから、行財政改革の観点や、市民サービスの向上という点で、見直すべき業務の一つであると認識いたしております。書かない窓口の設置にあたっての課題といたしましては、窓口業務における一体的、段階的なアウトソーシングの検討や、人員削減に伴う職員定員適正化計画の見直しなどがあり、総合的な観点から、年次計画を立てて段階的に推進する必要があります。いずれにいたしましても、時代に即した窓口業務の改革の必要性は十分認識いたしておりますので、将来を見据え、持続可能で利便性の高い窓口サービスの在り方を検討する中で、書かない窓口につきましても、先進自治体の事例を参考にしながら、調査、研究してまいりたいと考えておりますので、何とぞご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。21番、畑山隆門議員。それでは、QR トランスレーターについてちょっとお伺いさせていただきますけど、冒頭お伝えさせていただきましたように、QR 決済も、本市においても、その観光パンフレットに QR コード、記載しているものがあるということやったんですけど、今回これ、提案させていただいたのは、やっぱり、多言語化いうことと、それは県のそういうサイトもあるんですというご答弁やったんですけど、市内でしっかり多言語化の取り組みをしていってはどうかということと、もう一つは、この QR コードいうことですから、あまりそのものに触れて、自分の、スマートフォンを活用していることなんで、今のそのコロナ対策の時期としては、いいことではないんかなということで、ちょっと少し提案させていただきましたけど。これ余談になりますけど、先日もおそらく皆さん見られて、神戸新聞に、歌手の森高千里さんが、こちらへ、来られたときに、いろいろ写真を撮られたりして、その表紙が別の僕はサイトでちょっとその新聞発表よりは先に知ってたんですけど、その辰野ショッピングセンターが表紙になって、そのフォトエッセイの中にもいろいろ記事とか写真とかがあるいうようなことなんで、これはどんだけの人が買うかは別としまして、全国的に無料でいうか、別にね、こちらが願わくして、宣伝していただいてみたいなところもありますから、その観光に、今はね、その観光いう時期じゃないとは思ってますけれども、その今、その観光のその次のそのこの時代が切り開かれたときに、その一つとしてその QR そのトランスレーターいうのを導入しとけば、お話しさせていただいたみたいに、その防災ともこの連携が取れていきますし、その辺で
ちょっとお尋ねをさせていただいたんですけど、この QR トランスレーターはまだもう少しいいところは、その災害が起こった時に防災災害本部を立ち上げられて、その情報収集にも、このトランスレーターが役に立つし、またここの会社そのものを、この、ね、システムを持った会社は、その防災にもインフラの防災にも力入れと会社でありますんで、それがこうね、費用、確かに費用対効果いう面ありますけれども、そんな見た感じではその QR コードの使う数によっての費用だったと思いますんで、その数の制限していけばそんなむちゃくちゃかかるもんではないかなと思ったんですけれども、部長少しぐらいはちょっとQR トランスレーターこのご存知いうか、この質問出させていただいてからちょっと調べていただいたとかで、どんなその深い部分でのその認識お持ちでしたら、はい、お願いします。はい、総務部長。深い部分といいますか、この質問が出ましてですね、調べた中では、観光についてはですね、いろいろとこう取り組まれているところが多い。で、防災に関してはまだ始まったところなのかなというふうに感じております。で、先ほど費用について、おっしゃいましたけれども、確かにその、たくさんのですね、ものをいっぺんにやるということになると、何百万という金になると、維持費だけでもですね。ただ、一つ二つという数少ないような契約であれば、おっしゃるようにそんなにはかからない。で、もう一つはですね、初期費用としてですね、翻訳です。翻訳が、自動翻訳、機械で翻訳するんであれば無料ということになっているんですけれども、それを人の目でちゃんと見て翻訳する、またネイティブに確認してもらうということになると、英語であれば1文字30円というようなことでですね、文字数が多いとやっぱり初期費もかかってくるのかなというふうに考えております。で、いずれにしてもその情報の、いろんなところから情報を得るという意味ではですね、有効になるんじゃないかなということで思いますので、調査研究させていただきたいというふうに考えます。はい、21番畑山隆一議員。調査研究ということなんでね、全くそのこの QR トランスレーターについてその否定されということではないとは思うんですけど、観光の部分においてはまだそんなにたくさんね外国人観光客が来ているという状態でもないですし、その言語においても、その一文字いくらというようなお話ありましたけど、この言語もたくさん その言語の中から選んでね、数をこう調整できるという面もあるんで、それは調整の仕方も多少ね、たくさんの言語を使えばそれは費用もかかるでしょうしいうところもあると思います。で、観光案内の看板なんかにね使っているところがあったり、使い方はね企業なんかもあるんでいろいろなんですけど、少し防災マップのことについてお話しさせていただくと、やっぱり今までもいろんなその同僚議員からその防災無線がね聞こえへんのやという話もありましたし、それはそのインターネットで対応してますというそのようなお話も今まで何度もその答弁でお聞かせしていただいたんですけど、これは皆さん大抵ねスマートフォン持っておられるし、パソコンをわざわざ立ち上げていうこともなくですね、その QR コードを読み取ることでその、しっかり発信しとればね、こちらがしっかり発信していればその防災マップのその QR コードを読み込んで最新のその災害情報とか、避難所のことであったりとかいうのもその市民の人がこう受け取れるというか、その防災無線の声が聞こえへんかったという時でも対応できると思いますし、またその先ほどお話したみたいに災害本部立ち上げた時にいろんな情報収集せなければあきませんけれども、それもそこへこうアクセスしてもらうことによって、それは徹底していかなきゃ部分はあると思いますけれども、していくことによってその早くその情報の収集して防災、災害対策本部の対応がこう早くできるという利点もありますので、それも合わせて多分その観光にも活用もしていけるというところで、最初の質問でさせていただいたみたいに
そのアラート情報もその QR コードから読み取って、まあ、読み取らなできひんというその面もありますけれども、まあ、そういう活用方法もありますんで、防災とその観光をこう考えていけば、合わせて考えていけば、まあ、もうよりその近い将来の導入が可能じゃないかなとは思いますんで、それはいかがですか。総務部長。災害に関してのですね、アラート情報とかですね、そういったことについては、先ほど申しました兵庫県の防災ネットですね、それの12カ国語で提供するというものをスマートフォンに登録しておいていただければ、ここから辰野市の例えばどこそこ避難所、避難所でない、避難確保出ましたとか、そういった情報はメールが届くというふうな形になりますので、まあ、緊急の情報についてはそれを登録していただければいいんじゃないかなというふうには考えております。ただ今ご質問の中でありましたその情報収集とかですね、災害対策本部としても情報収集にも使えるんじゃないかというふうなこともありますおっしゃいましたので、その辺については研究していきたいというふうに考えます。はい、21番畑山隆和議員。はい、まあ、県のそのサイトからということで、まあまあたびたび聞かせていただいてますけれども、確かに県のね、とこにそのアクセスしていくいうのも、それは十分その一つの方法やとそれは思うんですけれども、まあ、ただ市民の人を言うたら、まあ、パッとひらめく言うたら、それはそれをね、県から聞いてくれとか、そこを見てくれというように、こう皆さんがこうよくこう認識しとれば、まあそれでいいかもしれませんけど、まあ、普通の人はまあ市役所に電話しようかとか、まあ、近くの市所に連絡しようかとか、自治会にっていう、その近いところでこうパッと、特に年配の方が言ったら、そのなかなかその市のことが 県にいて即つながってるんじゃないとは思うんですね。だからそこから言うていったら、まあ、その否定されたものではないんでね、もうこれ以上そのむちゃくちゃ言うわけにはいかへんのですけど、まあ、ただこちら その思いとしてはですね、そういうその市が発信していくいうことがやっぱりその市民にとってはそのありがたいいうかね、ほんで まして防災無線が聞こえへん、まあ、僕らも新宮地域の、ね、方なんかからもそれは聞く、やっぱり雨がごっつかったらもう全然聞こえへんねんみたいって言うとられる方もいらっしゃいますんで、まあ、そこから言うていったら、まあ、そこを少しでもカバーいうかしていってあげるのが、まあ、必ずしもこれだけでには限らへんとは思いますけど、まあ、少しでもその改善できるようにですね、まあ、この導入も含めて、まあ、検討していただければと思います。まあ、観光については外国人観光客どうこういうことがあるんでね、多言語がどこまでその本心でも必要かというところはわからないですけど、ただまあ今のその時期になんか下準備をこうして、そういう人をこうたくさん迎えていこうというその努力はね、まあ、必要なんじゃないかなと、まあ希望としてはね、たくさん来ていただけるに、まあ、国内外問わずですけど、まあ、と思いますんで、まあ、そういうご気持ちもあろうかと、まあ、思いますんで、まあ、このことについては、まあ、前向きにまたご検討お願いしたいと思います。まあ、引き続きですけれども、それでは書かない窓口についてご質問をさせていただきたいと思います。で副市長がこの今後その AI の発展いうか、この進展と、またその先デジタル化いうか、デジタルガバメントといいますか、そういう、ね、流れになっていくということで、まあ、これはもう十分こういろいろ調査していく課題の一つじゃないかなと言っていただいたんで、まあ、これも そんなにね、こう言うていくところではないんかもしれませんけれども、その、まあ、利点はね、ご存知やと思います。書かない窓口、まあまあ、これも今のご時世に、まあ、即してるんじゃないかなと思って質問の一つをさせていただいたんですけれども、まあ、今回、証明書の、まあ、自動発行の取り組みであったりとか、その3密をこの軽減していく取り組みをね、されているということとだったんですけど、まあ、それに合わせてその順番を待つのがより早くなっていけば、その密も早く解消される、ね、
ということで、まあ、プラスアルファの取り組みになるんちゃうかなと思って提案させていただいたんですけど、この待ち時間を減らしていく、まあ、要は簡単に手っ取り早くその窓口でその書いてわざわざ出して、またここ間違ってますよって書き直してこう提出するんじゃなくて、まあ、口頭でこうやり取りしていきながら最終その自分でその署名するだけで済むようなシステムなんで、まあ、こうよりいいことではあると思ってこうお話をさせていただきますので、合わせてちょっとその今本市でもそのコンビニ交付サービス取り組まれて、コンビニでね印鑑証明とか住民票とか取れるシステムされておられていただいて、まあ、それも仕事が遅い、ね、市役所になかなか行かれへん人なんかやったらありがたいサービスの一つなんですけど、これ、ね、本市にも人口規模の近いその栃木県の真岡市というところが導入しているところからあるんですけど、まあ、そこでは簡単窓口 そのクラウドシステムをこう見させていただいとったら、その書かない窓口導入されたんですけど、コンビニ交付サービスと合わせてその利用していけるいうことなんで、まあ、これはまあ、今現在コンビニ交付サービスに費用がまあどれぐらいかかったのか、今それかもしくはそのランニングコスト的なもんで月々 その発生する費用があるんかいうのはちょっと僕わからないんですけど、今 そのコンビニ交付サービスにはもう一旦 そのシステムを立ち上げた段階の費用だけで、月々の費用なんかはかかっておられないんですかね。はい、副市長。ランニングコスト、はい、コンビニは30店舗だと導入、今回庁舎総合支所それぞれに、自動の発行機出しますよね、はいはい、機械がだいたい2000万弱なんです、4台でだいたい500万ぐらい、それでコンビニの方にも設置させていただいております。で、まあ、ランニングコストはちょっと後でまた担当部長から言いますけれど、はい、まずね、書かない窓口というのは、これも議員がおっしゃるように大賛成なんですよ、うん、でね、我々考えたのはもっと大きく考えたんです。というのはバックキャスティングとご存知だと思うんですけれども、まあ、未来の将来像の社会構造とかを考えてですね、今現在何ができるかというバックキャスティングの考え方のもとにですね、今いろんなことを考えていってるわけです。で、今窓口だけを捉えるじゃなくてですね、まず一つ始めていかなあかんのは、今回来年からやろうとしているのが、まあ、庁舎の総合管理委託、これも掃除の方とかエレベーターの点検とか全部一括でしてやろうと、でアウトソーシングをしていかなあかんわけですね。で、この見えない窓口もアウトソーシングをしていって、職員にしかできないことは職員であって、まあどなたでもできることはもうアウトソーシングしていこうと、それにはやっぱり組合との交渉で人員を削減していかなあかんと、で総合的に考えていかないと、これ単発で見える、書かない窓口だけやっても意味ないんですね。だから総合的に例えば包括業務委託でご存知かも分かりませんけれども、例えば水道にしたかって、検診から今検診は委託してますけれども、もう検診の委託だけじゃなくてですね、料金の徴収もしてもらおうやないかと、で工事の設計だけはこっちだけやろうとか、本来職員しかできないことだけをやっていくと、で包括業務委託に何を出していくかというような形で考えていく、で職員層をずっと狭めていって、職員しかできないことをは職員がやって、なおかつ持続可能な形で住民サービスを維持するという方向にね、やっぱり考えていかなあかんということの中で、この書かない窓口という一点を捉えてやろうやらんということじゃなくてですね、段階的にどこまでをアウトソーシングしていると、もうすでにね、市民課窓口はまあ県下で5市1町が民間に出したんですわ、加古川、姫路から尼崎、芦屋、上川町、まあ、5市1町ですね。でこれもやっぱり我々も段階的に窓口でどこまでを出していくか、で書かない窓口もどうしてやっていくか、それも一括してアウトソーシングしていくというような形で考えていきたいと思ってますので、一点を捉えてやるんじゃなくって総合的な感覚でやっていきたいと思います。まあ、ちょっと経費について私は分かりませんので担当から、はい、総務部長。
コンビニ交付につきましては、その1件あたりですね、委託手数料として117円がかかるということになります。ですので、まあ、本市の証明関係であれば300円ですけれども、1件取るのに、まあ、その分117円引かれますので、残りの分が実質入ってくるというような形になってきます。議長。はい、21番、畑前隆和議員。分かりました。まあ、今のお話、副市長のお話は、まあ、一旦置いておいて、今の部長の、まあ、に対していくらかよくかかるだけで、まあ、初期の、ね、機械の導入ぐらいの費用のかかったのは、まあ、そのぐらいかなとは思いましたんで、まあまあ、全体を、ね、考えてその窓口のことだけじゃないんやっていう、まあ、副市長のお話いただいたんで、まあ、よく分かりましたけれども、まあ、このコンビニ交付サービスのことにだけに ついては、まあ、そういうシステム、そのコンビニ交付サービスのシステムと併用して、こういうこの加賀内窓口の取り組みもね、そういうこともできるんやという、その、まあ、リンクさせるいうかいうような、そういうそのシステムみたいなので、まあ、その費用面の部分がもし仮にあるならば、まあ、ここが削減していくんではないかなということで、お話しさせていただいた次第であります。で、まあ、副市長のお話で、まあ、よく全体から考えて今後いろいろ総合でしっかり考えていきたいというお話だったので、まあ、これ以上の、まあ、ことはないんですけれども、先ほどお話しされておられたみたいに、まあ、確かに他の自治体によってはね、窓口業務をその一般の企業いうか、そういうところにこう、まあ、お願いしたりとかいうことで、その市の職員の方はその専門分野にしっかり携わっていって、その効率的な業務していこうというような、その流れも確かに副市長がおっしゃるようにありますんで、まあ、そこら辺もこう総合で考えていただいて、まあ、いいところはいいで、その取り入れていただいて、まあ、していただければと思います。まあ、この度窓口業務だけに、まあ、お話しさせていただいたのは、最初にお話しさせていただいたみたいに、コロナウイルスのね、感染拡大のことが、まあ、少しでも、まあ、そういう恐れのないようにか、まあ、確かに辰野市はそんなたくさん出ているわけではないんでね、そんなにもう他市みたいにもうその厳しく管理していかなきゃんところではないかと思いますけど、でも感染者が一人出ればね、やっぱり撒き散らすいうこともありますんで、その辺のことも踏まえてちょっと質問させていただいたいうことでありますんで、まあ加賀内窓口の導入に限らず、まあ、効率のいい業務に取り組んでいただければと思います。まあ、どちらにしましても、まあ、いろいろ、まあ、ご検討の余地ありということですんで、専門的なことは理事者の皆様にお願いいたしまして、より良い市民サービスができるよう心がけていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは以上で一般質問を終わります。ありがとうございます。副市長、はい、連携の話なんですけれども、国においてもデジタル庁が創設されるやないかと、はい、で、まあ、平井デジタル担当総がおられますよね、はい、で、要はマイナンバーカード1枚でですね、全ての証明ができるような形にしていこうという国の流れがありますので、そういった意味において書かない窓口と連携した、あるいはいわゆる今回も重機じゃない、いろんな住民票関係の書類も庁舎に来ていただいたら今300円なんです、今部長が言いました300円なんですけど、今後もっと普及するのにはどうしたらいいのか、コンビニやったらちょっともっと下げたらいいん違うかということも今後また議会に提案させていただきたいなという思いがあります。で、要は市民の方にマイナンバーカードを持ったことによってですね、利便性を享受していただく、でもっと普及させるにはどうなしたらいいかということも行政を考えていかなきゃ、300円どころを200円にしたらどうなのかとか、それやったら普及するんじゃないかなとか、いろんなことを考えて、議員の皆さんとまたいろいろと相談したいと思いますので、連結について今後またますますですね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。失礼します。